ビリー・ハーパーは、ジャズ・サックス奏者。ジョン・コルトレームの影響を強く受けた世代の一人で、テナー・サックス奏者。アメリカ・テキサス州ヒューストン生まれ。1965年、ノース・テキサス大学音楽学部卒業。アートブレイキー、エルビン・ジョーンズ、サド・ジョーンズ、メル・ルイス・オーケストラ、マックス・ローチなど、ジャズの偉大なドラマーと共演した。ランディ・ウェストン・アンサンブルに頻繁に参加した。 1973年、ギル・エヴァンス、スベンガリに参加し、プリーステス、サラブレットの2曲を提供した。1975年、イタリアのジャズレーベル、ブラック・セイントは、アルバム、ブラック・セイント発売と共に設立された。その後のアルバムは、主にスティープル・チェイス、エビデンスなどのレーベルから発売された。ルイー・アームストロング・ホーレス・アーノルド・アート・ブレイキー・ジョー。 オナースタンディー・カウエル、チャールズ・アーランド・ギル・エヴァンス・ソニー・フォーチュン・ボビー、ハンフリー・サド・ジョーンズ、メル・ルイス・オーケストラ・マーク・マスターズ・ジャズ、オーケストラ・グレーシャン・モンカー・サンセイ、リー・モーガン・マックス・ロー・チュー・ディ・ショー・レオン・トーマス・マラキ、トンプソン・チャールズ・トリバー・マッコ・イ・タイナー・ランディ・ウェストン、ピオトル・ボイタシク。ありがとうございます。